加工食品が動物に説教をしています。車盗んだせいで定額になっちゃったじゃん。いや、案外見つかるの早かったな。学園行かないと昼間はほんと暇だな。じゃあ退屈しのぎにさ、マニアックな遊びしようぜ。マニアックな遊びって、例えば？例えば、これとか。ケンケンケン。いや、それは王道。ケン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 。な。は？ガチャ最高！この僕に血を割りまくりのガチャガチャなんてあるのね。あ、やった！化粧水つけてるガチャくんキーホルダーだ。よし、もう一回。やった！乳液つけてるガチャくんキーホルダーだ。あと一個でコンプラ。来た来た！パクしてるガチャくんキーホルダーだ。全部揃ったぞ！やったなんだろう、突然押し寄せてくるこのカムカムは。よし、今日はキャプテンアメリカのコスプレで出かけるか。あ、ちゃちゃまる、今日の晩飯左ステン。あー、何すんだよ。ちょっとどうしても今の名台詞言いたくて。うっかりリュウちゃん、かわいくねー。あれ、今何かあった？気のせいか。うん、ジュン！おのなのか？台無しね。なんでこんなにワカサギ釣りって眠くなるんですかね。これじゃあかかってても見逃しちゃうわね。確かに。眠気を抑える方法教えてやろうか？え、この音楽まさか！よ。そこって座る場所だったんだ。違うでしょ。眠気に効くツボってのがあるんだ。それを抑えれば、アドバイスの途中に寝られたら元も子もないぞ。あ、シオンさん。あ、タコヤちゃん。ごめんね、この前は。何も言わずに帰っちゃったりして。緊急の用事ができちゃって。そうだったんだ。しくじっちゃったわね。まさかあのタイミングで変わっちゃうなんて。この子はもう諦めた方が良さそう。あまりこういうこと言いたくないけど、え？僕がどうとかじゃなくて、もし今後他の人に対しても連絡を怠って関係を悪くするようなことがあると、せっかく君が素敵な女性なのにもったいないなって思うんだ。だからあんまりあんなことはしちゃダメだよ。まあでも正直僕は高級フレンチなんて初めてだったし、急にいなくなったことより楽しかった気持ちの方が勝っちゃってたんだ。この子、ごめんなさい。今度からは気をつけるわ。うん。じゃあまたデート行こうよ。いいわね。次は温泉とか。明石焼きになっちゃわない？中央無尽に好きが飛び交う街。